はい、皆さんこんにちは、泊まり志保です。今日はですね、善光寺に来ております。今年はですね、7年に一度の御開帳が行われます。で、これからなんですよ。4月からだったかな。だから多分めちゃくちゃ混むと思うので、その前に善光寺をちょっと紹介しようかなと。あと善光寺に2022年になってからまだお参りに行けてないので、いつかそう行ってこようと思います。はい、いよいよ善光寺の、まあでもね、最初は店みたいなのが、商店街みたいな感じでいっぱいあるので、そこに見ていこうと思います。はい、ですね、商店街的な、なんていうんだろう、仲見世通りだ。善光寺の仲見世通りを今歩いてるんですけど、善光寺の中にあるスターバックスがあって、そこは結構人気です。こちらになります。そう、結構私もオフの日に歩いて善光寺まで来て、このスタバで本読んだりとか、なんかね、あんまりね、ローテーブルが多いから長居するにはあんまり適してないんだけど、なんかまあゆっくりする時間をここで作ったりとかしてます。で、門前プリンとかいろんなお店が並んでます。今日は人が少なめですね。ちょっとなんか食べたりしたいんだけどさ、なんせ一人なもんで食べて。お正月は私、自分が長野に住むようになる前から、何、おお、気落ちてきた。長野には来てたんですね、結構家族で。でその時に割と、恥ずかしい恥ずかしい、見られてる、ちょっと欲しい。そう、割と何あれ、初詣に来てたんだけど、もう結構並んじゃってて、すごい人で、めちゃくちゃにぎわってて、どこのお店とかももういっぱいでみたいな。駐車場も結構探したっていう記憶があるんですよ。で、御開帳の時なんてやっぱりもっとすごいから、ね、コロナで1年延期になってて、本当は去年だったみたいなんですけど、今年やるみたいなので、めちゃくちゃ楽しみです。はい、言うてる間に、はい、やってまいりました。これが本堂になります。で、こっちの右には守りとかおみくじとか引けたりとかしてて、こっちもおみくじ会場だったと思うんですけど、今はもうやってないですね。ちょっと中は確か撮影がね、できなかったと思うので、ここまでになっちゃうんですけど、全然紹介になってなくない？大丈夫そう？ちょっとお参りに行ってこようと思います。大体みんなさ、いくら入れてさ、お願いするの、いつも悩むんだよね。とりあえず行ってこようと思います。はい、というわけで、天気いいんだよね今日、めっちゃ暑い。歩いてたらすげえ暑くなってきた。じゃあちょっと歩きながら食べたりしようかな。なんか、みんなね、おみくじ引いたりとかしてる
私は愛知県の熱田神宮に行ったんですね、初詣で。その時にもうみくじを引いたので、まあ、今日はいいかなと。まだそんな良くなかった、中吉だっけな、確か。なんかさ、大吉、中吉、小吉、吉だと思うじゃん、思うじゃんってか思ってたわけ、うちは。けど大吉、吉、中吉、小吉、末吉っていう順番なんだっけ、なんかそこによって違うんだっけ。そう、それにびっくりした。ちょっと何食べようかな、お腹すいた。はい、ちょっとお腹すいたのでおやき屋さんでネギ味噌を、おやきのネギ味噌を購入しました。恥ずかしいな。とりあえず食べていけたいと思います。はい、食べ終わりました。なんか買いに来た人がいたから気まずくて切っちゃった。美味しかった。ちょ、お昼食べてなかったから。で、1個もう1個気になってるのがあるので、ちょっとこれから買っていきたいと思います。じゃーん、購入しました。甘味処鎌倉っていうお店が最近ね、新しくできたんですよ、ここ半年ぐらいで。でずっと行ってみたかったんだけど、激混みだったわけ、夏は。多分夏もあったと思うんだけど。で、もう今この寒い時期にアイスを買いました。というわけで、なんかいっぱいかき混ぜて飲んでくださいって言われたんだけど、ちょっとどっかで座って飲もうかな。飲んでいきます。どこ座れる場所ありますかな。って思ったじゃん、わかる。急に車みたいな感じだと思うんですよ。そう、あの後さ買ったじゃん。で、お持ち帰りですかって言われて、あのわらび餅のあれね。で、あ、はいって言ったもんだから、なんか中で買ったわけで、外に椅子もあったんだけど、なんか外に座って飲むのもなんか気まずくて、もう座るところ探したけどなくて、しかももう寒すぎて車に乗り込んだわけで帰ってきちゃいました。ぷっそうって感じで、まあ、善光寺のね紹介をしようと思ったんだけど、まあ、全然言葉足らずだったなとは思う。確かにわかる、うちもこんなはずではなかったけど、まあ少しでも興味持ってくれたらなって思うし、なんか本当はあの善光寺のスタバでゆっくりして帰ろうかなって思ってたの。けど、あのわらび餅ちゃん買っちゃったもんだから、もう飲めないなと思って。しかもめっちゃ美味しかった。なんかタピオカじゃん、今時タピオカだと思うんだけど、そのタピオカがわらび餅みたいな感じで、私はコーヒーミルクを飲んだんだけど、コーヒー牛乳みたいな、まあ、コーヒー牛乳ではなかったな、なんかコーヒー生クリームみたいな、コーヒーゼリーみたいな、めっちゃうまかった。もう一気に飲んじゃった。飲んでるところもちょっと取ろうと思ったけど、気づいたらなくなっちゃってた、家ついちゃってたみたいな感じなんですけれども、ちょっとなんかさ、撮影しながらさ食べてさ飲んじゃったからさ、なんか食べた気しなくて、ちょっとお昼まだ食べてない感じになっちゃってて、もうおやきとこれしか食べてないですけど、まあ、ちょっとお家に帰って何かしら食べようかなと思います。というわけで、7年に一度の善光寺で御開帳がありますので、まあ、去年コロナで1年延期して今年になったので、ぜひ興味ある方は見に来てください。その中の秘蔵みたいな、誰も見たことない神様からこう糸がつながって御柱を立てるみたいで、それを触ったら御利益があるよっていう感じなんですけど、そう、その前回の御開帳の時も私長野にいさせてもらってて、多分その年にね2部にね昇格してる気がするんだよ、多分ね。だからまたこれもご縁ということで、私も御開帳が始まったらまた善光寺に行かせてもらおうと思います。というわけで、またねー。